はい、皆さんこんにちは。今回は、まあ、タイトルにもあるんですけど、ジョーダンゴルフシューズのプチカスタム、イエーイ。早速ね、どんな感じになるのかビフォーアフターを撮っていきたいと思います。今回買えるゴルフシューズ、じゃん、こちらです。はい、白のね、真っ白の、まあ、ちょっとね、柄で言うとなんか黒子っていうか、素材のデザインがちょっとあるゴルフシューズ、シンプル。これはこれでめちゃめちゃかっこいいんですけど、ちょっとやっぱり一癖付け加えたいゴルファーいるんじゃないでしょうか。まあまさにここにいますけど、一癖も二癖もある原型ですけど、これをカスタムしていきたいと思います。そしてね、これね、ちょうど昨日届いたんですけど、ジョーダン9、普通にこうナイキのストアで買えて、この間出たジョーダン1のグレー欲しかったんですけど、それはもうね、全然買えなくて、これはなんかこうしれっと買えました。でもやっぱ大きいサイズからね、もうね、なくなってましたけど、やっぱ白黒をなんだかんだ合わせやすいんで、これをね、こう履いてる動画が TikTok に上がってるので、ぜひちょっと見てみてください。はい、ということでこちらカスタムするんですけど、靴紐どうするかっていうと、もともとこのね、グレーも入ってるんですけど、これもこれでなんかおしゃれそうですけど、今回はネットでね、わざわざ買いましたよ。はい、こちらわかるかな、シュプリームの靴紐です。これをカスタムしていきたいと思います。なんか昔は靴買ったら、もう靴紐が別々でなんか販売されて、だからなんか本当に自分で靴紐をやる楽しみみたいのがあるけど、最近の靴って売ってる段階からもう靴紐が装着されてることが多いよね。あれいつからなんだ。買ってる人にとってはいいよね、最初から靴紐ついてる状態の方が明らかいいもん。まあ多分ね、誰かが結んでくれてるんでしょう、販売前のものを。ありがとうございます、本当に企業努力ですね。で、靴紐ってなんかいろんなタイプあるよね、いろんな結び方。まあ、ギンギン全くこだわりないんで、超シンプルにいきます。最初にあったような感じ。でもこのシュプリームのこの向きだけちょっとね、下向きにちゃんとなるように、それだけ。あとこう、みんなにね、ちょっと聞きたいのが、靴買った時に靴のあの箱ってみんなどうしてんの？みんな取っといてる？あれどうすんだろう。ゲンゲンはね、割とあれ捨てらんないんだ。靴箱タワーできてる。実際なんか売るとかする人はいいかもしんないけど、別になんか売らない人っていらないよね、あれ。なんか飾るって言ってもなんか飾るほどのものでもないんじゃないかなって思うから。みんなどうしてるかちょっとコメント欄でください、ね。なんか靴紐のさ、この紐もさ、サイズあるよね。サイズっていうか長さ、なんかそれ見すると紐足んねえみたいな。ちゃんとこうハイカット用とかローカット用とかあるから、それ気をつけないと。まあこれローカットだからさすがに短いってことはないと思うんだけど、足りるのかなって不安になってくる。え、どう？いい感じやん。まだ途中だけど。あ、やべえ。そうだ。ちょっと待って。ゲンゲンね、目標アイテム、カスタムグッズ買っといたんだ。マジミスった。やったよ。ちくしょう。はい、これです。これもネットで買ったんだけど、これは何かというと、え？入ってない。ちょっと待って。マジかよ。え？あ、入ってた。これ、見て。なんかかっこよくない？これ多分ここに紐通して、なんて言うんだか忘れちゃったけど、チャーム？エンブレム？これを、やっぱね、これだけじゃちょっと物足んないっしょ。ということで、これもつけます。かっこいいんだけど。明日からコンペで静岡の湘南スナックゴルフ協会のコンペに行くんだけど、その時に履いてこうかな。かわいくない？普通に。どう？これだけでもワンチャンいいかも。いや、でもやっぱエンブレムあった方が、エンブレムじゃない。わかんないけど。これあった方がさらに感いっちゃおう。やっぱり。しかもこれどこにつけんの？どこ正解わかんない。いや、でもなんかこれだけでもかっこいい気がする。まあいいや。はい、ということで、一回ね、紐通してみました。めっちゃいい。これだけでもめっちゃいい。ぶっちゃけ。ノーマルより絶対こっちの方がいいでしょう。まあ個人的な感想ですけど、まあ、白は白で全然いい。でも、これはこれでちょっとチャラくていい。っていうことです。で、さっきちょっと付け忘れた
これをちょっとつけていきたいと思います。はい、これこのままつけられんじゃね？このままつけよう。あーでもこれ紐通してない。ここさ、ここなんか紐通すところあるじゃん。通してないんだよね。でもこれ通すとちょっとダサくなる気がする。別にいいか、このままで。なんかベロベローって下に行ったらピュッて引っ張ればいいだけだもんね。細かいところは気にしない。一旦一番下につけてみよう。でもこれこのつけ方だと飛んでっちゃいそうだけどな。端っこがちょっと隙間が空いてるから、普通になんか後からピーって通せるわけ。でもこれどうなんだ、これは正解が分からん。正解これちょっと微妙じゃない？調べる。あでも一番下につけてることが多そうだね。つけ方が微妙なのかな。やっぱり真ん中らへんにつけてる人も多いわ。これはね、真ん中や。正解はこれ、デュブレっていうらしいよ。言いづら。ジョーダンのこの羽のさ、これのデュブレもあるっぽいけど、これかっこいいな。羽にすればよかったかな。上の方だね。真ん中か上だね。ちょっとここはやめます。君はここではない。あれ真ん中やや上のここじゃね。あーなるほどね。割と正解に近いかも。ここかな。ちょいチャラだね。さりげなくなんかちょっとワンポイントこだわってますよ感。まあ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 いいでしょう。どうすか。ということで完成。ピッピリー。いやいいんじゃないですか。結構お気に入りになりそう。ちょっと新しい、まあ、モノトーン好きかよ。いいんじゃないでしょうか。ゲンゲンゴルフシューズカスタムでした。最後に皆さん、ゲンゲンチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。で、TikTok とかでも新しいゴルフシューズ、まあ、特にジョーダン発売情報とか発信してるので、必ず YouTube はチャンネル登録、 TikTok、Instagram のフォローもよろしくお願いします。そしてゲンゲンの活動を応援してくれる方を募集しております。ゲンゲンゴルフクラブコミュニティがあるので、そちらにぜひ参加してください。まあ、有料会員にはなってしまうんですけど、ゲンゲンの最新情報を専用のチャットでどんどん公開しております。こんなところからコラボの依頼が来ましたとか、こんな企業様とコラボするかもとか、こんな番組にもしかしたら出るかもとか。ゲンゲン一人では寂しいんで生きていけません。よろしくお願いします。それではまた。We'll be right back.